はい、始まりました、石門ジャップラジオ。サッカー部出身の J リーグ大好き人間石門ジャップと、野球部出身のサッカーよりも野球派の歩く人間パワースポットこと玉吉さんと2人で、サッカーや J リーグに関する最新の話題を好き勝手トークしていく石門ジャップラジオ。話がただ脱線することもありますが、あしからず最後までご視聴していただけると嬉しく思います。ということで本日も玉吉さん、よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、京都が柏に13失点したやん、あの悪夢、はい、うん、あれから数年経ってさ、はい、天皇杯で、はい、柏 VS 京都の対決あったやろ。はい、ありました。ほんでさ、はい、なんか勝ったらしいよな。はい、で今日はちょっとそこについて語っていきたいな。わかりました。まず最初は結果とシチュエーションを踏まえてと説明していきますと、まず舞台は柏のホーム、はいはい、あ、向こうの方なんや。2年前と全く同じ場所で、はいはいはい、そこでなんと京都が2対1で逆転勝利、はい、長期でスタイルええよな、やっぱ。いや、恐ろしい限りです。でこれで天皇杯ベスト16、すごいよな。もうこれ優勝したらアジアチャンピオンズリーグ出れるところまで来てるので。そうなんですよ。あ、そう、 J2 であってもそんなんもあんねん、あれ。そうなんですよ、はい。それでですね、うん、まあ、柏レイソルは、うん、まあ、今現在シチュエーション的には J1 残留争いをしているチーム、はい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 、で京都は J1 昇格、まあ、今2位なんで、調子が悪いチームと調子がいいチームとの対戦、はいはい、ただ柏はそれもあってかベストメンバーで挑んできてるんですよ。なるほどね。で京都はサブメンバーで、あ、サブで行ったんや。それでも京都が勝っちゃうという。なるほどね。だからピーター・ウタカ選手やヨルディ・バイズ選手や川崎選手も温存しての勝利なので、はいはい、最高です。やっぱ3がサポーターとしてはもうめちゃくちゃ嬉しい。もう嬉しいどころじゃないですね、もうなんか報われたって感じですねなんか大学受験で立命館大学受けて落ちて2年後に京都大学受かった的な、はいはい、立命館大学の苦情くえへんただ さ、はい、たださ自分としたら、はい、いやそもそも、はい、なんで13失点もしたのってところが一番引っかかってねんけどな。あ、まず遡るとというところですよね。まあ、まずはですね、まあ、スタイルの噛み合わせっていうのもあって、京都はまあボールを握るチーム、はいはい、かつ柏はブロックを敷いて相手のボールを奪っていく、まあリアクション型のチーム、うんうん、まあ、アクション型とリアクション型のチームということで、はいはい、かつ当時プレーオフがかかってて、うんうん、サンガは J1 昇格が可能性があって、柏レイソルは J1 昇格をもう決めてたという状況やったんですよ、はいはいはい、で京都はもう勝つしかないという状況やったんですよ、うん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 、まあ、その上でいきなり先制点を柏に許してしまうという、はい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 、でもその時点でもうメンタルいかれますし、いかれるな、まあ、当時オルンガ選手はいはいはい、はい、もう彼にスーパーゴールを決められてしまって、はいはい、まあ、あと京都はもう攻めるしかなくなった。なるほどね。ただ京都はもう怪我人がまだその試合でディフェンダー2人、はいはい、本田選手とトゥーリオ選手、あ、対人能力の強い選手2人が、はいはいはい、もういなくなってベンチも攻撃的な選手しか入れてなかったので、あ、もう本職のディフェンダーがほぼいない状態で、はいはい、オルンガ選手にクリスティアーノ選手にっていうノーガードで殴り合った感じがそりゃいかれるよな、はい、それもあって、かつゴールキーパーも相手もう当たりまくってたんですよ。あ、もうこっちシュート打てども打てども、はいはい、止められまくって降りてきてた感じ、完全にメンタルやれましたね。この試合実際京都の方がボール支配率高いです。ああ、そうなんや。やのに1対13という、まあ、まか不思議な。え、あのさ、はい、ひょっとしてトゥーリオが血だらけになってたし。あ、そうです。あれやんな、やっぱ、はい、もうあれがもうトゥーリオの引退時代としてもう終わってしまった限りなんですけど、 100% ウィキペディアでいじられるやつやまあそれからまあ約2年の歳月を経て、はいはい、まあ、今回、まあ、対戦に至ったわけなんですけど、柏はクリスティアーノ選手に三原選手に山下選手と当時のメンバーがいて、かつ監督も同じネルシーニョ、はいはい、で京都に関してはゴールキーパーの13失点したその当の清水選手が出場して、かつ本田選手怪我した本田選手に福岡選手と、まあ、それぞれ3人ずつ当時のメンバーが
まあ、この試合に出場してるんで、もうかなりモチベーションが上がる展開。燃えたやろうな、そのキーパーの子なんかな。そうですよ。ただ最初1失点して、かなり火やったらしいですけど、はいはい、味方が。あの悪夢、はい、浮かぶどころちゃうよな。いや、よぎったって言ってました。まあ、それだけに清水選手、まあ、およびその時怪我して、はいはい、まあ、その13失点を見守ることしかできなかった本田選手にとっては非常に嬉しかったでしょうし、でかいよな。ただその試合をですね、放送されなかったんですよ。あ、もうこれが本当個人的にめっちゃ悔しい。嬉しいとともにめちゃめちゃこの試合見れなかったのがちょっと歯がゆいっていうのがあるんですけども、そういうなんかこうちょっと遺恨試合はさ、テレビ局もやってほしいよな、はい、いや本当にもうあらかじめ分かってたことですし、ネットも騒がれてましたよ。、はい、ああ、まあ、試合に勝てたということで、はいはいはい、まあ、監督も当時のネルシーニョ監督に対して、はい、まあ、成績が今悪いのでそれに追い打ちをかけて、うん、まあ、インドを渡すきっかけになれば、まあ、個人的には嬉しいですし、うん、でまた個人的にめちゃめちゃ嬉しかったのが決勝点の荒木大吾選手、うんうん、まあ、この選手ジュビロ磐田から、はいはいはい、まあ、J1 昇格を争うジュビロ磐田から移籍してきた選手で、もともと実力のある選手なんですけども、うん、この選手が相手のディフェンダー高橋裕二選手と、うん、まあ、ドリブル1対1でかわして最後相手のゴールキーパー韓国代表のキム・スンギュ選手のゴールをしっかり仕留めるっていうところやったんですけ ど、はいはいどね、この荒木大吾選手に関してはもともと柏ユースの出身の選手なんですよ。それも行こうやな。で対峙していた高橋裕二選手が京都サンガ FC のユースの、ーそこがその柏ユースの選手がこのプロの舞台を経て京都に結果をもたらしたっていうところも深いな、かなり深いな、感慨深い、まあ、そういう内容でもう見どころがたくさんの、なるほどね、まあ、おるんがはおらんが、おるんがはおらんが、はい、けどもう最京都サポーターとしてはもう最高の試合になったと思います。あのさ、はい、まあ、その天皇杯で終わらずにやねんけど、はい、今後のこのリーグ戦に弾み、はい、好きそう、はい、もうこれは先ほどの荒木大吾選手が、うんうん、これがその戦力として見通しが立ったのが非常にでかいです、はいはい、なるほどね。もうイスマイラ選手を獲得のニュースに京都湧いてますけど、宇高選手とイスマイラ選手のナイジェリアン2トップとか言ってますけど、はいはい、まあ、正直怪しい、怪しい、もう荒木大吾選手が本来の力を発揮してくれる方が、なるほどね、なるほどね、もう京都としてはもう大きな補強なので、なんか言うて、ただちょっとそのイスマイラ選手の盛り上げたんは多少我々にも責任あるから、はい、まあ、まだ獲得決まってるわけではないんですけど、まあ、ただこれはもう長い目を見てなんで、イスマイラ選手に関しては、ね、もう荒木大吾選手はもう今やもんな、圧倒的な、はい、即戦力なんで、もうすぐ活躍しなくてはいけない選手がリーグ戦ではくすぶってましたけど、はいはい、この天皇杯をきっかけに、しかもかつて所属していたユースの柏レイソルに対して恩返しゴールを決めてるわけなんで、もうこれは弾みがつきますし、まあ、以前この京都サンガ FC を応援するチャンネルとして J1 昇格確率もう 100% 言ったり 200% 言ったりしてますけど、この天皇杯での勝利をきっかけに 300% になりました。大丈夫あれます、あれまたあのパーセント出した時結構再生されるよ。危ない、はい、まあ、これね、今季初の逆転勝利っていうのもあるんで、あ、なるほどね、まあ、京都がもともと先制点を許した試合が21試合中3試合しかなかったっていうのもあるんですけど、まあ、逆転勝利かつ新戦力の発掘ができたという意味では大きいよな、はい、もう J1 昇格だけならぬ、はい、天皇杯優勝 もう2頭追ってほしいです。追ってほしいね、はい。まあ、そんな京都のね、J1 昇格および次は、まあ、天皇杯浦和レッズとの対戦なんで、はいはい、いいね、リー・タダナリ選手もいれば森脇選手、はいはい、これフルス対戦なんで、はいはい、他にも竹富選手もいるんで、もう見どころがたくさん。なるほどね。これをテレビで放送してくれなかったらもうこれこそ本当荒れます。荒れよそれは、はい。まあ、そんな楽しみ満載な京都サンガ FC、まあ、今後も要注目ということで、ここらで終わっていきましょうか。ありがとうございました。